sing a song with you. Ivory and orange youth. You and I can sing it too.不思議の国のアリスの物語の名場面を描いたフェリス・ホイールプレス・フェリテールコレクションのグリーン・ウィズ・キュリオシティのインクのお話です。インクの箱に描かれているのはたくさんの鍵と側面には2つの鍵穴、そして心を開いて探求することを忘れずにの英語のメッセージが添えられています。同時に販売された3色と同じ赤、青、緑の要素を兼ね備えているのがこのグリーン・ウィズ・キュリオシティです。深みのある鮮やかな緑のインク色にチラチラと細やかに輝く青いラメ、そして乾いたインクの後に浮かぶ赤いフラッシュの光沢感と不思議な存在感を持つインクです。人が緑色を見るときリラックスすると言われる理由の一つが、目が受け取る光の波長である可視光線の中央部に緑色が見える波長があること。目の筋肉などを使わずに楽に見られることで目の神経の負担が和らいで疲れにくいのだそうです。自分らしい選択をする上でも緊張を緩めることは大切です。自分の心を開くときにこの色が選ばれた理由もうなずけます。不思議の国を訪れる力はきっと自分らしい選択で歩みを進める意志の力。私たちは不思議の国で心を開いて自分を信じる練習を繰り返しているのかもしれません。不思議の国のアリスはイギリスの童話作家であるルイス・キャロルの空想の物語、ドリンク・ミーと書かれたボトルやイート・ミーと書かれたケーキを口にしてアリスの体が大きくなったり小さくなったり、物語はへんてこな言葉や場面転換のオンパレード。意味がわかるようでわからないような物語や言葉たちについて考えているうちに、いつもアリスの目が覚めてしまい、物語は終わってしまいます。でもこれは単に不思議な空気をまとうためだけの気まぐれな演出ではないように思います。物語の中ではアリスが発する言葉に対して、一見するとへりくつや斜に構えたような返事がたくさん。続編である鏡の国のアリスの中では、白の女王がアリスに、あなたはまだ信じる練習が足りないと言い放ったりします。自分にとっても何か意味があるのではないかという気になってきて、そこにある言葉や意味を探し出そうと自分の好奇心が刺激されていく。そうしているうちに普通という輪郭もだんだんと緩んできて、思うままにそこにいる物語の登場人物たちが、それであなたは何を信じているの?とこちらに尋ねていると感じるからなのかもしれません。誰かにとっては無意味でも、自分にとっては確かに信じられるもの。それはアリスにとって不思議の国でのことが事実であるのと同じように、自分が感じたことを信じるということが自分の力で選び進む一歩だと教えてくれているのかもしれません。個人的に特に印象的なのが狂ったお茶会。お茶会と聞くだけでなぜだかそわそわ、上機嫌になってしまうのはきっと私だけではないはずです。幼い私はこの物語に触れた時、文学的なことは理解できていなかったけれど、この綿密に作られた空想の中でもお茶会が存在していることそのものが素敵で嬉しくて、不思議の国での出来事が当時から私の好奇心の扉を開いてくれたのかもしれないなと思いながら、不思議の国のお茶会への招待状をテーマに空想スタイリングをしました。不思議な空想に触れる時には好奇心と共にある緑を、グリーン・ウィズ・キュリオシティのインクと共に楽しむひとときでした。Thank you.
思議の国のアリスとインクのヘンテコリンな世界はいかがでしたか？チャンネル登録もぜひ。次回の動画もお楽しみに。